ローザンヌ国際バレエコンクール、ローザンヌ国際バレエコンクールは、スイスのローザンヌで毎年行われる、15歳から18歳までのバレエダンサーを対象としたコンクールである。スイスの非営利法人である、舞踊振興財団、フンドスヨン・イエヌ・ファブール・デール、アート・チャーグラフックによって1973年から開催されている。 バルナやモスクワなどの旧来のバレエコンクールとは異なり、若手ダンサーにキャリア形成につながる道筋を開くことを目的に掲げている。このため世界の著名なバレエ学校33校及びバレエ団32組織と提携しており、主たる賞であるローザンヌ賞、賞の節を参賞でこれらに無償で留学、研修することのできる権利を生活支援金ととに授与している。 歴代の受賞者の多くがプロとして活躍していることから若手バレエダンサーの登竜門の一つと考えられてきた。スイスの実業家は妻エルビ・クレミスがバレエダンサーだったことからモーリス・ベジャールやと長年親交があり、ベジャールの20世紀バレエ団の公演をラ・ショードフォンで実現する土工業士としての実績があった。1969年ローザンヌにおける 舞踊公演の促進を目的とする舞踊振興財団が設立されると設立に関与したジー・クライネルとはブランシュワイグにも参加を求めた。1970年に同財団の理事となったブランシュワイグは舞踊の世界では個々のダンサーが声楽家など他の領域の芸術家に比べて経済的に不利な立場に立たされている実情を知っていたため ダンサーを支援する最善の方法を求めて、1972年、初頭から、チキのベジャールとハイタワーに相談した。その結果、若手ダンサーに、世界的に知名度のある、バレエ学校で学ぶ権利を賞として授与するンクールを、ローザンヌで創設することを決意した。レッスン審査を含む予選と、準決戦、決戦の合計3段階で絞り込む選考方法は、 ブランシュワイグ夫妻がハイタワーと相談して決定した。さらに入賞者の留学の受け入れ先として、当時ブリュッセルにあったベジャールのムードラバレエ学校、カンヌのハイタワーの学校、さらにロンドンのロイヤルバレエ学校の3校に協力を求め、賛同を得た。第一回のコンクールは1973年1月19から21日にで実施された。 当時の参加年齢は15から19歳で、参加者はクラシックバリエーションとコンクール用に新たに振り付けたフリーバリエーションを1曲ずつ準備して参加するというものだった。第3回、1975年からは実施会場がローザンヌの隣、提携校も次第に増やされていった。第48回は劇場改修のためモントルーのオーディトリアムストラビンスキーで開催予定。 その後コンクールとしての国際的な知名度を高めるため、例外的に1985年にはニューヨーク、1989年は東京、1995年はモスクワで決戦が開催された。すでにプロとしての活動実績があるものや入団が決まっているものは参加資格がない。結果のみで審査する旧来のコンクールとは異なり、参加者にクラスを受講させ、 それ自体も審査対象としている。このクラス審査による評価は、準決戦までの各参加者の評価点の半分を占める。決戦も含め、審査では、プロのバレエダンサーとして成功する能力があるかに、重き置かれている。また賞を授与するだけのコンクールとならないように、様々な工夫がなされてきた。現在では参加者全員に対して、選択したバリエーションごとに、 著名ダンサーによる個別の指導が行われていい。入賞に至らなかった参加者に対しては、定型バレエ学校及びバレエ団と留学の相談ができる機会が設けられている。1月下旬頃から2月上旬にかけて、約1週間の日程で行われる。事前の DVD 審査に合格したものと、年により異なるが一部の国で開催される。 予備予選を勝ち抜いた者の,の合計約70名が現地での審査に参加切る。このうち20名程度が決戦に残り、最終的に6から8名がローザンヌ賞を授与される。入賞できなかった場合でも、決戦進出者には、1スイスフランの奨励金と夏に行われる、講習会の受講料免除などの特典が与えられる。時代の変化に対応するため、 1999年からコンテンポラリーバリエーションが審査に導入された。またこの年から章として従来の留学の他にバレエ団における研修も選べるようになった小説を参照。2006年にも選考方法に大きな変更があり、第1フェーズは映像を自ら録画して送付する DVD 審査となり、第2フェーズのみが現地で行われるように改められた。また、 創立以来2005年まで行われていたフリーバリエーション自由作品による審査が廃止された。1980年から2005年まで舞踊振興財団の支部にあたる日本事務局が東京に置かれ山田博子が代表となって参加希望者の問い合わせに応じるなどの支援にあたった。以来日本からは継続的に参加者が出ており現在までほぼ毎年の受賞者を出している。 これまでに、吉田都、熊川哲也、上野水香、中村翔子ら70名以上が受賞した。また、日本国籍を保持していながら、多重国籍で他国から出場し優勝。入賞した者として、オニール8歳、ニュージーランド、ミコフォガティ、スイスなどがいる。なお1989年の東京開催では、準決戦と決戦を日本で行うことによる費用として、 約六、霊園がかかり、富士通や日本児童手当協会、文化庁、NHK などが、この一部を負担した。特急枚、受賞者の国籍は日本。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。